こういうやつとは絶対に関わらない方がいいです。絶対に関わらない方がいい生徒の特徴5選。友達が多いと楽しく学校生活を送ることができますが、中にはあまり関わらない方がいいっていう生徒もいます。ということで今回は関わらない方がいい生徒の特徴を5つ紹介していきます。まず1つ目、文句ばっかり言う。いますよね、すぐ文句言う人。特に中学生とかね、高校生だと文句言ってることがかっこいいみたいにちょっと勘違いしがちな時期がありますよね。例えば今日は体育でバレーだよ、だる、やりたくねえ、うざ、体育ならまだうざくない、そんなことばっかり言ってる人ね。それ勘違いしちゃうのはわかる、そういう時期だから。でもあまりにもそればっかり言ってる人は関わってもあなたの人生のためになりません。はい。でこれね、関わる人によってあなたのメンタルとかあなたの考え方ってすごく影響されるんですね。だからそういう文句ばっかり言う人と関わっているとあなたもどんどんそっちに引っ張られていきます。また文句ばかり言う人はたまたま今あなたに矛先が向いていないだけで、いつあなたのところにその文句の矛先が向かってくるか分かりません。なので近くにいるとその矛先を向けられる可能性が高くなってしまうので、文句ばかり言う人とは関わらない方がいいです。2つ目、ネガティブな人。何が起こってもマイナスなことを言う人、何が起こってもネガティブなことを考える人、こういう人が近くにいるとこれもあなたも引っ張られてしまいます。例えばテストで悪い点数を取ったとするじゃないですか。その時にポジティブな人っていうのは、よし次は頑張ろうとか、あ、ここをこうすればよかったんだな、一つ勉強になったぞっていう風に捉えるんですね。でもネガティブな人って最悪、私なんてできなかったんだろう、本当に私ってダメだな、もう本当にこの世の中結局頭のいい人が最後は勝つんだね、もう本当に最悪、私ってなんでこんなに不幸なんだろうみたいな、そんな感じの思考になっていくんですね。同じことが起こっても捉え方って全く変わってきちゃうんですよ。なので一緒になんか楽しい経験をしたり嬉しい経験をしたりしても、それがネガティブな経験に書き換えられてしまいます。素直に喜べなくなってしまいます。なのでできればネガティブな人じゃなくてプラス思考の人と一緒にいるようにしましょう。3つ目、常に不機嫌。自分の機嫌には自分で責任を持たないといけないっていう言葉があるんですけど、すぐに怒る人、すぐに他人に八つ当たりする人、こういう人はですね、自分の感情に無責任なんですね。なんか嫌なことがあったらそれを他人にぶつけていいって大きな勘違いをしている人なんですよ。なのでそういう人と一緒にいるとですね、本当に振り回されるし、周りの人が常に気を使わないといけないし、疲れます。その人のご機嫌を伺って学校生活を送らないといけなくなってしまう。なのでそういう状況だと学生生活楽しめませんよね。そういう人はとてもねパワフルなので、どんどん巻き込んできたりとかね、意外と輪の中心にいたりする場合もありますけども、できるだけ距離を取った方がいいです。そして4つ目、噂話が好き。もうねこれ大したことでもないのに大げさにしてね周りに広めちゃう人いるんですよ。常に誰かの噂してるね、知ってる丸々ちゃんがさとか、なんとか先生ってさっていう風に常にそういうことばっかり言ってる人、こういう人はですね、あなたの不幸な話とかあんまりしてほしくないような話も広げられてしまう可能性がありますよね。言ってもいないこととかやってもいないことがどんどん広まっていってしまう。そうするとですね、周りのあなたを見る目もどんどん悪化していく、そういうことも考えられるので、そもそもこの噂話が好きな人とは距離を取るようにしましょう。そして最後5つ目、嘘をつく人。これはね本当に最悪、本当に自然に嘘を吐ける人っているんですね。これ見てくださってる皆さんはですね、基本的にいい人たちが多いと思うし、まさかそんな呼吸するように嘘をつけるような根っからサイコパス気質な人が世の中に存在するって信じられないかもしれないですけども、います。私も教員時代ね、あ、この子って本当にこれが悪いって分かってないんだな、なんかまるで呼吸するかのように悪事をしたりとか、まるで呼吸するかのように嘘をついたりとか人を傷つけたりすることができちゃう人なんだなっていう子に会ったこと何度もあります。もう本当にびっくりした、本当にこういう人っているんだって。でもいるんですね、残念ながら。そういう人ってね、意外と人の心をつかむのが上手かったりするんですよ。とっさの嘘でなんか切り抜けたりとか、こう面白くしたりとかして、コミュ力が意外と高い人も多いんですよね。でもそういう人ってね、本当にいつあなたに矛先を向けてくるかわかんないんですよ。例えばなんか物が壊れた時に、その子が本当は犯人だったとしても、あ、まるまるちゃん壊してたの見ましたよとかって自然に言っちゃう。本当にね、だから怖いです。そういう人は、この人本当によく嘘つくなと思ったら、それだけですぐに距離を取った方がいいです。ということで今回は関わらない方がいい生徒の特徴を紹介していきました。参考になるのと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。他にも気になることあったらぜひコメント欄に書いておいてくださいね。できるだけ動画でお伝えしていきます。